法恩寺は東京都墨田区にある日蓮州の寺院。三号は平川さん。4号は本住院。本尊は十海万荼ら。旧本山は大本山本国寺。小西方園。大田道館が1458年に江戸城を築くにあたり、木内鎮後の祈願書として、武蔵国に平川村に建立会期。海山は本樹院非常商人で、当初は、 本十院と称した。同館の後を継ぎ上司となった、弱子、法恩祭の年期に際し、孫の大田助高が次号を法恩寺と改めた。その後勘だ柳原、柳清水町と移転した後、1695年に現在地に移ったが、当時は、達中二十家事、松寺十一家事を要していた。現在も、日蓮州、小西法園内の法脈の一つである。 法温寺宝脈の脈頭寺院として大きな影響力を持つ。また、墨田川川瀬垣、七草がゆ、震災記念、思い出の水遁会、十五夜お茶会、年末、餅つき会、花見の縁などの開催など、断信とのみならず、地域社会、地元近隣町会とのつながりが大変に強い寺として知られる。現在地の太平の地名は、大田道館の ふとしの字と、産後平川さんの、平らの二文字を取り命名されたものと言われている。前住職、鈴木元人氏は昭和47年に入寺し、東京小西法院会会長や墨田区保護司会長、日蓮州保護司会副会長、東京都東部州務所長などを歴任し、平成4年に大本山本国寺78世漢寺に、新山。さらに、平成15年には、 奇州徳川家の菩提寺として知られる、元山法音寺の35世漢寿に新参。現住職、鈴木岩元は副住職時代の平成19年に、納骨堂、病元病と日蓮聖人像を建立し、平成20年にシフガンヒトから法音寺56世として、法刀を継承した。日蓮宗は昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山。 休末時と呼び習わしている。ありがとうございます。